はい、皆さんこんにちは。9月15日現地時間のアップルイベントで iPad Air 第4世代が発表されると噂されています。合わせてね、 iPad の第8世代なんて噂も出ていますが、今日はまあ噂やリークをもとに、まあ、実際どんなものになるのかについて考察の方をしていきたいと思っています。まずはまあ海外の記事なんかから情報を集めますと、こちら9月11日の 9to5Mac の記事ですね。イベントの予測記事に New iPad Air というね部分がありまして、まあこれ見ると iPad Pro 2でホームボタンがなし、そして USB-C コネクタ、全画面表示、そして平面的なエッジで Face ID なしで、サイドボタンにタッチ ID がついているとしていますよね。でこの内容については8月の下旬に iPad Air とされるマニュアルですよね、スペイン語の、まあ、これが中国の SNS に掲載されたってことで、まあ、内容としてはね、先ほど申した通り、そしてスマートコネクターがついてるとかっていうねことになっています。でカメラはなんか一眼でフラッシュの絵がないみたいですね。で、まあ、内容としてはアナリストのクオ氏や台湾のデジタイムスによって出されていた話とね、一致というね感じになっています。でイベントの内容については9月12日に、まあ、リークをよく出すジョン・プロッサー氏がですね、 iPad Air 4と iPad 8があるとねしているんですね。まあ、ちなみに iPhone と AirPods Studio は発表なしとこのツイートではしていましたけども、どうやらこの2つが出るかもしれないということで、まあなんかリークのね、出してくれる方については、まあ当たるも外れるもね、まあ当然ありますけども、まあそれについてはね、怒ってもしょうがないですよね。いずれにしても楽しい話題を提供してくれてるってことでね、私は別に外したからって言って怒るのはおかしいと思って見ています。もちろん単なる予想をね、リークと偽ってる方は論外ですけども、まあこのようにね、過去の実績があったり、取材をちゃんとしてる人については感謝の気持ちを持っております。で iPad 2機種だという話は、コンソーマークというところがユーラシア委員会というところへの登録情報で確認をしているというのが8月末に出ています。で iPad のね第8世代については、なんかそれらしき図面というのが出てきたりもしてて、これが iPad Pro 2なんですけど、ただまあ記事でも iPad Air の方とリークを混同している可能性があるってしてますが、私もちょっとエントリーモデルまで、まあ、プロと同じデザインにするかっていうのはちょっと懐疑的で見ています。で一つ一つちょっと考察をしていきます。で iPad Air の第3世代については、うちねちょっと手元にないんですよね、親戚の子にあげちゃったんで。でまあ基本的には iPad Pro の 10.5 インチに近い形状という形で、でまあ唯一違うのはこのカメラの部分がですね、ちょっとグレードを落として iPad mini と一緒のものになっているということで、8メガピクセルのカメラがついています。で次の噂では、 iPad Pro 11インチの2018年モデル第1世代に近いという形で、まあ、このエッジも垂直というかね、フラットになってくるというね話のようです。でまあ、全体的にはまあこういった形状で、スマートコネクターもついているようですけども、まあ、ただねこれカメラがね、この噂によるとここには iPad Pro にはフラッシュがあるんですけども、まあ、それがね、なくなったイラストがリークされているってことで、で、まあ、画素数なんかについてもねどうなのかというね部分はわからないんですね。でまあそんなんで今の iPad Pro との差別化っていう意味では、この今 iPad Pro ってね、カメラが、まあ、超広角がついたりとか、あとはライダースキャナーがついたりしていますから、まあ、このあたり iPad Pro については AR とかね、そのあたりに強いものとして差別化を図っていくのかなというね感じですけども、でまあカメラ自体はね、まあ、両方使いましたけど、まあ、2018年モデルでも十分っていう方はね多いんじゃないかと思います。でまあ、実際この、まあ、iPad でね撮影っていうと、やっぱ中心は書類のスキャンなんかになってくるのかなと思いますけどね。私はまあ写真も撮るは撮りますけど、まあ、Air の第4世代のまあ一眼カメラっていう噂もまあ理にかなってはいますよね。であとはこの Face ID ですけども、まあ、iPad Pro はね Face ID というのが搭載されていて、まあ、顔認証で縦横対応なんで、まあ、結構使い勝手はまあまあいいんですよね。まあ、ただやはり、まあ、今日日、マスクをしたりもしていますんで、まあ、タッチ ID の方がいいというんで、まあ、ここにタッチ ID あったら確かにね、
まあ噂通りなら意外と便利かもしれないと私は思います。でまあ、気になるね細かいスペックのとこですけど、まあ、これ現行機種とか、過去の機種を比べてみていますけども、で、まあ、これを見る感じだと、まあ、さっき申した通り iPad Pro 10.5 インチをベースに、まあ、iPad Air の第3世代はね作られていましたんで、でまあそれで、まあ、基本的にはねこのチップを A12 にしたわけですよね。でまあ、ここでは、アップグレードしていたわけですけど、まあ、たださっき言った通り残念ながらカメラの方が、8メガピクセルという感じに、まあ、この iPad Pro 10.5 インチが12メガピクセルだったのを、まあ、ダウングレードしちゃってるわけですよね。で、まあ、確かにこの iPad のカメラってねあんまりいいのいらないよって方も多いんですけど、まあ、中心は、まあ、このスキャンになると思うんですよね。書類スキャンで、ただね書類スキャンの現場でね私が思ったのはこの Air のね第3世代で例えば薄暗いのホールなんかでねセミナー会場なんかで撮るにはちょっとね明るさが足んない時あってフラッシュ欲しいなって思う時あるんですよね。でまあこれ iPhone でやればいいやとも思うんですけど、まあちょっとね一手間二手間増えるという現実はありますよね。だからまあカメラはまあいいに越したことはないし明るい方がいいというのはあります。でこのチップについてはねこれ次第4世代 A12 すでについちゃってますが、この上っていうとね A12X が今第1世代の11インチプロについてますが、まあ、これ第2世代の11インチプロは A12Z ということで、まあ、ちょっとこれを超えるものは載せてこれないですよね。まあ、ちょっとプロ超えちゃうと整合性がおかしくなりますから、だからそういう意味ではちょっとチップが何を乗っけてくるのかが全く未知数ということで、 A13 を乗っけてくるかは正直ちょっとねわからないってところで、まあグラフィックス強化なしの X や Z なしの A13 って可能性もないことはないですけどね、このあたりちょっと気になる部分ではあります。でまあ個人的な要望になっちゃいますけど、現行の Air3 のカメラはちょっとやっぱ物足りないんで、この 10.5 インチのプロのねぐらいにはなってほしいなとはね、思ってはいます。なぜならまあミドルプライスのものがねこのエントリープライスのものとカメラが同じってのもちょっとねどうかと思うからです。あとはまあ2スピーカーが4スピーカーになると断然音の迫力違いますからね、これは噂通りだといいなという点ですね。まあ、いずれにしてもねこの Apple Pencil の第1世代のこのね美しくないこの充電方式、まあ、これについてはやはりねいずれは脱却しなきゃいけないかなと思うんで、まあ、これがこの iPad Pro と同じマグネット式の充電方式収納方式になればね、まあ、大きく使いやすさは増してくるのかなと思います。で書き味もそうですが持ち心地とかもですね結構やはり第2世代のが快適だったりします。で iPad については第8世代でこちら第7世代ですけども、なんか私はね噂とかいろいろ見て判断すると、まあ、このままの形状でプロセッサーをアップグレードしていくというだけなんじゃないかと見ていますけども、でっていうのもねこのやっぱり学校なんかね教育現場でペンシルまで買い替えってなるとね結構コストかかりますから、まあ、そういう意味では過去の資産を生かしつつ共存も可能なこのエントリープライスっていうのは、まあ、この前のままの方がね喜ぶ方も多いのかなとは思えるからです。ただ気になるスペックはどうなんでしょうか。例えばチップを入れ替えるだけだとした場合、今 A10 チップっていうのが入ってますから、まあ、そう考えるとね A11 とか A12 あたりにしてくるのはまあ妥当な線なのかなと思います。 iPhone は現行 A13 で、まあ、次の iPhone12 から A14 になると言われていますけど、まあ、そのあたりについては、まあ、A12 iPhone SE 第2世代にもねついていましたから A12 あたりもしかしたらつけちゃうかもしれないですよね。でカメラについてはおそらく据え置きなのではないかと見ています。はい、それで Amazon でねケースは売ってるんでしょうか。 iPad Air 4世代ケースという検索ワードでね入れてみましたけど、そしたらねなんか8月末にはほとんどなかったのがここへ来てね結構出てるんですね。 iPad Air 4ケースとかって言って2020年 10.8 インチなんて書いていますけども、でまあ結構このあたりフライング発売をねし始めているのを見ると、まあ、やっぱりねこの形状なんかも iPad Pro の2018年モデルの11インチに近い感じなんで、
まあ、このあたりは、まあ、大体こんな仕様なんだろうなというのがね、まあ、推測できるわけですけども、でもうプライムで明日着くなんていうのもねありまして、でこれね見てみて、で実はね買ってみているんですけどまだ着いてないです。でこちら、まあ、中身ね見る感じでは、まあ、やっぱり iPad Pro 11インチのね2018年モデルに近いんですけど、ただなんかねこれ2020年のみ適用って書いてるんで兼用としては売ってないということで、このあたりねどんな仕様になってくるのか、もしかしたら小ぶりなサイズになるのか、いやでもそんな無駄なことはしないだろうと思ってみたりで、まあ、ちょっとねこのケースがつくのを楽しみに待っているところでございます。でちなみに iPad 8世代ケースっていう検索ワードでは何も出てこなかったですね。はい、ということで iPad Pro 10.5 インチにだった iPad Air も、まあ、第4世代から、まあ、こっちのね、四角いエッジのものに変わっていくみたいな噂となっています。でそして無印の iPad については、まあ、チップだけ変わるのかななんて私は思いましたけども、まあ、いずれにしても答え合わせの方はもうね15日、日本時間16日の午前2時ということで、で、まあ、気になるのはねやっぱりあとはお値段ですよね。まあ、お値段が据え置きであれば、新しい仕様になったのはとてもね、お買い得になるのではないかと思っています。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。